Hi guys! どうも、岡田でございます。ガチッタチーネー。見に行きましたか？僕ですか？僕はもちろんね、この間見に行きましたよ。この間見に行ったっていう話はなんかで話しましたけど、まだね、アリエッティも国立小坂も見たことないんですけど、でも確かあれ、早尾先生の監督じゃないんですよね。アリエッティも国立小坂も。誰だったっけ？なんだっけ？米林さんらしいです。で、持ってんなら見ろしっていうね。あのね、アリエッティ持ってんす。ブルーレイ。ブルーレイ買って、まだ僕見てない。見ろしっていうね。見よっか。で、風立ちぬですよ。大丈夫、ネタバレはしないから大丈夫ですよ。あのね、僕もネタバレ大嫌いだから。あのね、あの、主人公のこの人が、ゼロ戦を設計した人なんですけど、あの、堀越二郎さんって方ね。僕ね、そんなにね、飛行機はね、詳しくないんですけど、なんかね、興味あるんです。結構飛行機好きなんです。高いとこはめっちゃダメなんですけど、あの、高いとこも、あとね、飛行機乗るのもちょっとダメなんですけど、ちょっとね、操縦してみたい感はある。こうじゃないか。こうか。でね、それを調べてたら、それをっていうか、その、堀越二郎さんについてね、調べてたら、所沢航空発祥記念館っていうところですね。なんとですね、ゼロ戦が置いてあると。その、堀越さんがね、設計したゼロ戦がね。しかも、飛べるらしいです、まだ。信じらんないよね。飛べるらしいよ。そうだ、飛ばなかったけどね、僕が見に行った時。置いてあるだけだったんだけど。しかしでも、見たいよね。飛んでるとこね。そいつだけらしいっすよ。もうなんか唯一そいつだけなんか飛べるのが残ってるらしいです。あの、今でもあの、海外の航空ショーだとかで飛ぶらしいんですよね。8月31日土曜日まで、一応あの延長っていうことでまだ展示してあるみたいなんで、風立ちぬ見て、そっちも行ってください、皆さん。行ってくださいってのもおかしいか。でよ、それ見て、ちょっと時間があったからね、あの、ブラブラーっと帰りつつ街を見てたらですね、秋葉から上野まで歩いてって写真撮ってたんです。アマちゃんハマってんで僕。上野行って、で、山城屋？上野行ったら結構山城寄って帰るんですけど、ブルーってこう、ぐるーってこう見てったらですね、さっきからあるこれちょっと気になってる方いらっしゃいません。僕これシリーズ初めて見たんですけど、ちょっとこんなものを発見してしまいました。メタリックナノパズル。プラモじゃないけど、組み立てて、立体オブジェの出来上がりっつって、これなんとゼロ戦なんです。いや、まさかね、ゼロ戦見に行った日に、たまたま寄った山城屋でゼロ戦のこう、立体オブジェ発見するってなんかちょっと、おっと思って買っちゃった。おっと思って買って、あのね、横にね、これもいた。ライトフライヤー号。ライトフライヤー号って知ってます？皆さん。世界で初めて飛行に成功した飛行機らしいです。あの、ライト兄弟のね。もうあったんで。これちょっと難しそうだよね。ちょっと難しそうだけど、二つ買ってみました。ということで、ちょっと早速組み立てちゃいましょうか。あのね、僕は手先あんま器用じゃないからさ。くちゃくちゃになっちゃうかもしれないけど、ちょっとやってみます。簡単っぽそうな、ゼロ戦の方から行ってみたいと思います。こうなるよね、これ。もうちょっとさ、ガチッとはまんないの？よっしゃ。俺やっぱグラグラなるよね。まあいいか。そこはしょうがないですよと。うわ、怖え。あ、超怖え。これ折るの？これ折り目ないとこで曲がるけど大丈夫なの？あ、え、うん、あ、うん、うん？なにこれ？え？いや、超適当な感じでできるかと思ってたわ。こう、これ差し込めばいいんじゃんみたいな。ああ、死む。超むずい。こっち来よう。よし。一応ね、一番最後ちょっとあの、ボム的なやつがあるんだけど、ボム的なやつは僕はつけません。あの、僕見たのボム的なやつついてなかったんで。とりあえずこれで完成です。もうね、あの、ライトフライヤーは作る元気ないっす。とりあえず今日はゼロ戦で、おしまい。なかなかしんどかったっす。できましたけど。というわけで、所沢、航空発祥記念館に行ってきまして、ゼロ戦を見てきましたよというお話でございました。で、帰りに、大陸ナノパズルっていうのは、ゼロ戦があったんで買っちゃいましたとお話でございました。というわけで、さよなら。あ、いいね、この感じね。この、こう飛んでって、この感じね。この感じいいよね。こういうさ、レシプロっていうの、僕昔ね、あれね、何年ぐらい前だったかな。
何年でもないよ。あ、でも1年ぐらい前か。あの、服用機ってあるじゃないですか。服用機。あの、羽がこう2本あって、まさに、まさにこんな感じのやつ。こんな感じの、あの、羽が2本あって、あの、プロペラで飛ぶやつ。あれ、見たことあるんですよ。飛んでんの。東京上空で。夢だったのかな。あれ、ま、ありえないの。ありえるよね。今でも民間で飛ばしてる人っていんのかな。確か黄色いやつだった。黄色いやつがね、どこだったかなんかね、わーって飛んでんの見て、うーわ、マジって思って。こんなことあんのと思って、写真撮んなかったんだよな。びっくりしすぎて。びっくりしすぎて、あの、動画とか撮ればよかった。1年じゃない、もっと前だわ。2年ぐらい前。YouTube とかやってなかったしね、その時。多分やってたらビデオ撮ってたのね。iPhone で。あれはビビったね。あれは何だったんですか？あれは夢だったんですかね。それがちょっと未だに、あれ以来まだ見てないんで、それがすげえ気になってるんです。もう一回見たいな、もう一回。